緊張するみたいな。回ってる。オッケー。いきます。それでは。はい。5秒前。4、3、2。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。今回の出演者の小林翔平さんです。はい、小林翔平です。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでですね、翔平さんには、5月に、4月か。4月ですね。そうですね。4月のやつでちょっと出ていただいて、はい、その時後輩の森若菜と一緒に桜という台本をやっていただいたんですけども、はい、で今回はなんと一人芝居ということで、そうですよ。で僕たちと翔平さんとの関係っていうのは結構もう、まあ、10年はいかないですけど、もう5、6年くらいあって、もっとっすかね。もう10年ぐらいになるんじゃないですかね。だって初めて会った時は俺は21、2とかです。で、今は今年30になります。8年8年だほぼ10年だわ。ほぼ10年っていうね、ちょっと仲なので、なんかまあ、翔平さん一人こうメイキング動画回すっていうのはなんかちょっと、ね、恥ずかしいかなと思いました、ね、めちゃくちゃ緊張するそっちの方が緊張するよ、むしろせっかくはね、なんか今回旧友というか、戦友というかっていう、なんかそんな感じのトークショーができればなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、なんかやったことあります？一人芝居って。いや、全然ない。どうでした一人芝居？どうでした？ねえ、いや、もうね、本当なんだろう、緊張感というか、うん普通にやってたらさ、やっぱり相手がいるから、はい、こう相手のお芝居で影響されて、うん、こうなんか自分がいい芝居ができたりとか、うん、間違いない、そういうのがあるじゃないですか。はい、あるんですけど、はい、でも一人芝居になると自分が全部のスイッチを持ってるから、確かに、それをね、無理やり引き出すっていうのがものすごく大変でした、ね。うん、しかも今回ちょっと作り方として変えたのが、なんか前回翔平さん出てもらった時は最初から最後までやって、うん、次違うカットからと、うん、角度から撮ったんですけど、うん、今回も最初からなんかドラマの撮り方というかみたいな感じで、カット割りを結構細かくやって進めたので、ちょっとその度にこうスイッチを入れるっていうのがなんか難しそうだなって見てて思いました。あー、やっちゃったんですけどでも全部やるのも大変だよね。そう、どっちも大変な部分はあると思う。一人でやっぱり喋り続けるっていうのが、うん、まあ、今回、多分20分ちょいとかの長さだと思うんですけど、その長さを一人で喋り続けるっていうのはやっぱなかなかそれ2回やるね。えぐいっすよね。2回3回やる、声カラカラになっちゃいますもんまあなんか多分途中で噛んだりする、僕噛んだりするのが悪いとは思わないんですけど、決してなんか、うん、疲れによってそれがこうパフォーマンスが落ちていくっていうのはやっぱちょっとなんか本意じゃないじゃないですか、絶対ね。だからちょっと今回みたいな形に撮ったんですけども、一人芝居、小曽根さんどうすか？それこそ先月、はい、2人でオムニバスじゃん。ああ、やりました、やりました。はい、先月じゃないか、今月か。今月そうだな。それで俺一人芝居じゃないけど、やりましたね。5分くらいやったけど、それでも大変だったから、はい、それを20分間ってことはね、やばいっすよね。4倍です。4倍です。えぐいっすよね。いや、でも全部をやったわけじゃないからね。まあ、うん、今回に関してなんだけど、うんうん、しかも本当になんか何から何までやってもらった感じがする。音楽も一緒に、これどうですかってやってもらったし、カット割りとかも照明とかも全部付き合ってもらったし、うん、マジ様々ですわ。ありがとうございます。ありがとうございます。より良くしてもらえるんだったらそれで頑張ります。あとはもうこちらでね、頑張るので。お願いします。はい、なんかまあ今回正直僕たちもこのタイムイズゴールドという企画は出たの2回なんですよ。毎回関わってはいるんですけども、出演としては2回で、翔平さんももう早くも追いつきましたよ、僕たち。2回。もうレギュラーない。リアルギルですから。ありがとうございます。なんか。まあ、4月のやつは、まあ、桜っていうまさに季節もの、うん、で今回は、まあ、一応この6月、まあ、初夏に入るんですかね、うん、ちょっと夏がこう差し掛かったよみたいな話で、多分またちょっといつか出ていただくことになると思うんですけども、なんか何月とかがいいとかあります？せっかくだったらなんかそういうのも、もうわがままを言っていただきたいなと。何月？こういう話でむしろ逆にこうやる側、プロデュースする側とかやってみたいとかありますか？確かに俺たちがやってるみたいな、法律がこうだろうがほぼメインでやってるけど、台本選んでキャスティングもしてとかやってみたいとかある？やってみたい、
やってみたいとは思えないかな。思えないかい。思えないかい。あのだから見てて大変そうなのを知ってるから、そうなんかキャストさん選ぶのもそうだし台本選ぶのもそうだし、もう編集とかも全部ね2人でこう、ね、話してやってるっていうのを見て、いややりたいって思えないでしょ。でもなんかそれは例えば手駒のように使ってくれればいいですよ。こうしたいから編集お願いとか、こういうどっちにしろ編集するのは俺ですから最終的には。そうね、なんか企画、うん、プロデュース、キャスティングとか演出、脚本、もちろん脚本のやつだってね、なんかもしかこんなやつやった書いたんだけど、ああそれでも全然いいし、脚本ね、でもちょっと興味はある。お脚本に関してはね、はいはいはい、全然。だからまずでもね、自分でこうなんていうの、こう段階を踏んでやりたいものではあるからね。なるほど。脚本ってでも段階踏むにはめっちゃいいとこだと思いますマジでマジで、ここでは平気でうんとは言えない。だってやっぱちょっと違うのが、その劇場を自分で借りて公演を打つとか、うん、他の人のところの劇場でやるとかってやっぱ赤のリスクがあるっていうか、そう、ね、少なくとも、うん、なんかお金の話になるけど、はい、正直、うん、まあでもそこじゃないですか。公演が成功っていうのはやっぱ2つパターンあって、1個は作品的に成功する、うんうん、でこれはもう当たり前だと思うんですよ。あのどんだけお客さんがガラガラだろうが、うん、でそのやっぱ作り手側としてはこのキャスト、あのプロデューサー全部含めて興行的な成功もやっぱ目指さないといけないと思うんですよね。もちろんそうだね。で今回に関してはその劇場書いてるわけじゃないから1個のその負けはない。わかります。そうね。から割と作品をどこまでこう高めれるかっていうとこになってくるんで、試す場としてね、試す場としてはもう最高にやりやすいと思います。なんで今僕も書いてますもん。お、そうなんかいいね、さっき聞いて、おぉ昨晩から急だな昨晩からでも初ではないもんね、イベントの時とか。まあ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 、まあ、そうっすね、うん、書いてるからね、うん、朗読劇の方書きやすいっすよ。でもあの場面転換とかマジでいらないから。あ、そっか、縛りが少ないのかな、はい、やっぱ縦の縛りはえぐかったんですよ。ここで何人しか出れないとか、うんとかそういうのあったから、なんかそっちの方がどうしか大変で、うん、そうね、その人数に合わせて書かなきゃいけなかったりとかするのが別になんか何にも自由に、うん、自由に、マジで、いや、はいとはだから言えないよプレッシャーがすごいから。それこそなんか誰かと一緒にやりたいとかある。あ、そうそう、それいいのね。あ、まあ、それもちろん僕たちも大歓迎ですし、もうやってみたいよね。マジっすか。久しぶりに。マジっすか。久しぶりになのか、ちょっとイベントでもやってるけど、そうっすね、なんか現代劇はでもやってないし。やったことないっす。うん、そうだね。やったことないよね。やったことないっす。そうだ。現代劇はないね。はい、みんな和物でしかやってない。剣を持った状態でしか。そうだ、あったことがない。なんか戦ってるけど、なんかちゃんとセリフでお芝居した感じもないっすね。ないと思います。はい、確かに、うん、舞台では立ってるけど割とキャラクターでやったりとか。はいはいはい、そうですね。はい、一人の人物としてこう戦うっていうのは、うん、まあ二人はあるけどね。二人はやったことあると。あ、僕らですか。そうそう。あ、そうですね。そうだから僕が個人的に小曽根さんだったり、うん、太郎とやったことないな。ぜひ、もうこちらこそ、こちらこそお願いしたいっす。じゃあその脚本を書いてください。今書いてるの僕でも男の人と女の子の話を書いてるから。どっちやる。女の子でいいか。女の子でいいかね。それもう確定で。確定で書いてください。それ変えちゃいけないのそれ。いいですけど、うん、でもなんかちょっとなんかこんなこと言うの恥ずかしいけど女心で書いちゃってる。なんかあーでもいいことじゃない。すごい今俺乙女な気分で書いてて、楽しみだな。でもいいんじゃない。半分できてますもん。あ、早っ。結構さ、よく見るドラマとかで割とセリフが女性らしいなとかっていうのが面白い作品だったりするから、いい傾向じゃない。セリフが女性らしいか分かんないです。ただなんかあの、まあ、セリフがっていう言い方はあれかもしれないけど、モデルがいるんですよ僕いつも書くときに、うん、誰かのモデルっていうのがあって、まあ今回その女の子のモデルのベースとしては自分なんですよ。田舎町に生まれた子っていうところから。あ、そう、ね、でこういう環境で育った。どういうことだ。急に女性ですっていうのかと思ったよ。そういうわけじゃない。別にもうそれでもいいんだけど。ハートついちゃってる。まあまあまあいいね、ハートついちゃってるしね、もうね。まあなんか女性っぽいから。で、なんかそのベースメントのモデルとしては自分がモデルで、うん、でなんか男の。あ、今ハートだ。あら、え、何してんの。デュアルウィールド。
書いてこないで俺どうする、どうすればいいの俺ハートはついてるから大丈夫っていうね、なんかあのモデルはいるんですけど、あとなんか僕から見たクラスメートの何人かがモデルになってるんですよ。あの時の地元の地元の時のとか、ね、うん、とかあと東京に来て出会ったこの女優さんであったりとか、うん、で逆にその男の方はなんか若干今の自分がモデルになってたりとか、うん、とか、うん、小曽根さんがモデルになったりとか、なんか僕から見たいろんな人がこうちょっとずつこうモデルになってて、うん、っていう感じので、身近なとこからヒントをもらってもう全部そうです。なんか結局あの縦イベントの時も書いたのそうなんですけど、あれ3日で書いたんですよね。すげえ超早かったんですよ、うん、けど別に0から1を3日で作ったわけじゃなくて、今までいっぱい見た映画とかの中のヒントをただこうバーッと集めて作ったから、うん、0、1ではないんですよ、正確に言ったら。で今回もそうで、うん、モデルがいっぱいいるからその人たちってなんかこういうこと言ってたなっていうのをこのキャラクターも言うなっていうのをこうバーッて言ったらなんか気づけば半分って感じですね。うん、だからそんな感じでノリで書いたら多分いけますよなんかないの、こういう感じを書きたいとか。こういう感じの書きたい、なんか書いてたのは、おお、書いてたのはあのね、このご時世というかさ、はい、あのやっぱ外に出れない、もう本当にピーク時、うん、今は割と出れるようになったけど、うん、本当にピーク時で、俺らってさやっぱ人と接しないとさ、人と芝居しないといけないっていう状況になったじゃない、うん、はい、でその中で家にいたらだって何もできないじゃんって思った時に、うん、一人芝居というか、おお、はいはいはい、自分一人で完結できるような、うん、ワンシチュエーション系のやつをちょっとだけ書いたぐらい、うん、なるほど、めっちゃいいじゃないですか、まあ、結構バッドエンドな感じ、いや全然いいじゃないですか、うん、ただそのバッドエンドがどうすればいい感じのバッドエンドになるかっていうところまでがいけなくて、うんうん、途中で終わってる感じ。なるほど、そうなんですよ。でもなんか俺こういう時いつも思うんですけど、なんか一回ゴール仕切る癖つけた方がいいかもしれないですよ。なんか無理やりでも、あー、すごく言われる、なんか無理やりでもなんか走り切ってみるっていう 42.195 キロなんとか走り切ってみて、うん、でなんか読み返したらこれ違うなってとこ直せばいいだけなんで、すごい、やっぱそうなんだなっていう、すごい言われたのよ、あの知り合いの脚本家さんとかにもね、うん、そうなんだ、やっぱりなんか自信になりますしね。そうだね。そこそ踊りさんは書かないですか？書かない、書かないっていう断言した。書きたいものがなんか1ミリもないもんもうなんか1ミリはって、いやそれでこそやっぱ小曽根さんって感じですねやっぱなんかそういうところ、なんかなんかそういうの見ちゃったら俺ブレブレじゃんって思っちゃう。いやいや違うんですよ、これがまた小曽根さんがのこの異常性がやっぱみんなに伝わってないだけで僕らはやっぱ知ってるじゃないですか、いい意味で、ね、いい意味での、いい意味で異常性、異常性それぞれやっぱあの個性というか異常性はあってそうね。で、うん、なんか僕とか結構前に出てこうわーってやっちゃうタイプだからなんか座りやすいですけど、小曽根さんは2歩くらい下がったところでこうやってくれるんですよね、いつも。僕がこう、うん、矢面に立ってる時にタスクこう支えてくれたりとか、ね、で、振り返ってみるとあれこの人おかしいぞって時がいっぱいあるんですよ全然異常、やっぱちゃんと行かれてるなっていう時がこうやって支えてるとなんか代わりのやつが持ってきて支えてこうやって見てるとか、何その支え方ってやっぱ見てるだけで、これやっぱ僕はね、使命としては皆さんに伝わればいいなと伝えなきゃいけないというインスタと TikTok 見てください、やっぱおかしいですもんおかしくないですね僕はインスタそう、ね、本当にリアルビルドの懐刀っていうだけのたったこんだけっすよ、うん、でそんな指示出してないのにリアルビルドだったら懐刀なんでと思って、異常だわ、異常っすもん、異常だわ。でその前のこう数分のやつ見返したんですよ、うん、で最初リアルビルドの懐刀、あティル元気の方がいい、あ分かった元気の方がいいって、うん、なんかカブトムシみたいなって言って、カブトムシまず意味が分かんないと思いながらまず多分流したんですよね、動画では。意味分かんない、意味分かんないなと思いながらで、じゃあまあそんな感じでって言ったら、懐かろかってたらどういうことって思って小学生が嬉しそうに言ったら、カブトムシって言ったことそういうこと全然分かんない、分かるでしょ全然分かんない。俺帰って俺動物の森のこと言ってるのかなとか、なんかいろ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 考え、何のこと何のことを言ってるんだろう、なんか言われたらなんとなくわかるけど、でもその発想でこのルフィがヘラクレスオークコーガ
それ出すイメージ。イメージだったんですか。キラキラした感じで。ちょっとその風景のやつをちょっとまた後日あのインスタでアップするんで見てください。この面白さ、こういうところをやっぱねどんどんやっぱ伝わってくれればなって。その拡散になってまああと正直今僕たち2人芝居とか1人芝居だったんですけど、この3人で一気にやってもいいっすよね。あ、そうね、うん、そうだ、うん、今まで3人芝居もやってないっすもんね。なんかせっかくだし、なんかあのまあ前回トークショーでも僕たち2人トークショーで見たんですけど、別になんか朗読劇って縛ってるわけでもないんですよね。ドラマを撮ってもいいっていう思ってますし、うん、ただドラマを撮るとなるとなんか正直いろんな人の手助けがもうちょっと必要になってきたりとか、なんかこっちの技術とか も、ね、でなんかまあじゃあ来月っていうのはちょっと現実的ではないなと思って勉強しつつなんですけども、なんかね2人だけでやるとちょっと作品が狭まったりするところが3人になると広がったりとか、うん、なんかいろいろできたりするんで、なんかよかったらね、せっかくなんかどっちかっていうよりなんか一気にやって、いや、ね、そっちの方が楽しいかもしれない。楽しそう、楽しそう。異常性をこう全面に押し出した作品を、これがね出ないんですよねここがまた面白いところなんですよね。それが異常性なんですやっぱりこう人気投票じゃないけど、なんか真面目、どっちが真面目って言ったら 100% 踊りさんになるんですよ。うん、 100% 分かる分かる。けどこれそうじゃねえぞってところ貶めてやろう。実はこっちだからなって、ね、それはそこはそこに関してはっていう、やっぱそういうところとかをちゃんと、でこれがじゃあなんかその実はそんな真面目じゃないよっていうのがなんか悪いってじゃなくて、なんかそこは僕好きなとこでずっと昔から面白いなっていうとこで、なんかそれをねなんか一緒に伝えていきましょうよ本当それを伝えるとこ伝えて全力で協力して一番面白い、一番面白いところでじゃないの。任せてください。やっぱ帰り道笑いますもんね、あれ何だったんだろうってあるあるある。そういうのがねやっぱ好きなところなんで、お二人ともそうですよ。でもすごい全然アフタートークでも何でもね作品関係ないところの雑誌まあね、なんかアフタートークというか打ち上げみたいな感じでね、まあそうだね、楽しく、なんかいつも無事に終わりましたっていう感じでね、はい、お疲れ様でした。そうです、次に向けても話せてよかったと思います、はい、じゃあまたなんかあのじゃあ次回作ってわけじゃないんですけども、またなんかこの3人で一緒になんか作れたらなと思います、はいはい、それでは小林翔平さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。